こんばんは、H&Aのファッションデザイナーをやっている直人です。ということで、学校では教えてくれないファッションビジネスやっていきましょう。今回もですね、アパレルのね、コロナ禍での新しい動き、これをまあどのようにしてすればですね、今までにないアパレルのねビジネスが生まれるのか、そういうものをねレクチャーしていきたいと思っていますということで、例えばね、今現代人ね、もう今までね、どんどんさ、このスマホが普及することによってね、便利になってるっていうのは確かなんだけど、さらに言うと時間も奪われてますと。ものすごい情報量の中からもう調べないといけないということがいっぱいあるんですね。例えば SNS もそうだし、いろんな発信についてもそう。もう、ある意味今、便利になりつつも、どんどん時間を奪われていると。そんな時間の中で、じゃあアパレルでね、服屋に行って買い物にしようって言った時に、まあ、今回のコロナでね、あ、インターネットでも別にいいやんっていう人ってめっちゃ増えたと思うんですよね。なぜなら EC が伸びました。ね、インターネットサービス。まあ僕らのところのブランドも EC がですね、なんとコロナの時の方もめっちゃ伸びました。うん、それってある意味、外に出れないけど買い物はしたいという人たちが、まあこうね、そういうものサービスを一回使うことによって、あ、意外といいやん。僕もね、Amazon とかでね、食料買ってね、あ、めっちゃ便利。わざわざ行かなくても。もうめちゃくちゃ痛感したのは、このコロナによってですね、急速にこう EC に入っていったという人がたくさんいるということを踏まえた上で、じゃあ現代人がですね、服を買いに行くこと、これね、服を買いに行くこと、これってまあ、はるか昔はね、例えば、デートってあるじゃないですか。彼女とデートに行くとか、まあ、あと遊びに行く。友達と遊びに行こうと。まあ、よくね、渋谷だ。渋谷だとか、原宿行きますよね、遊びに。まあ、その間、ついでに、ちょっと服行こうよっつってさ、これどうかな、似合うかなとか言いながら、服は買われてました。ふらふらふらっと歩いて、あ、おしゃれじゃね、この店。行ってみよう、入ってみようっつってさ。まあ、それ以外に、まあ、顧客さんを持ってて、まあ、その服のブランドが大好きだからっつって買いに来る人もいっぱいいました。ただ、もう今、こういう買い方がほとんどなくなってきてるっていうのが現状です。なぜなら今は、サーチインと、サーチイン時代、つまり、まあほとんどのね 85-86% 以上かなの人たちがまず買い物をするときに必ずインターネットもしくはモバイル、まあフォンでまず物を検索します。例えば、うん、こういうシャツ欲しいなと言ったら、ちょっとなんかこういうシャツっつって、まず検索をすると。そして、その後、何するかっていうと、比較をします。それだけで買いません。あ、あったあった、よかった、じゃなくて、あったけど、あ、他にも、もっといいのあるじゃん。しかも安いし、とか。あ、でもこっちの方がやっぱかっこいいね。そうやって、比較される、そういう時代が来てます。サーチされて、まあ、リサーチして比較されますと。ね。で、最終的に、まあ、決めてね。それでショップに行くということなんですよ。今までみたいに渋谷や原宿にふらふらっと歩いてて、ちょっとこのお店で買わねっていうことっていうのはね、もうほとんどこれないような時代です。残念ながら。じゃあここで何が起きるのかというと、今までまあ原宿、あ、ここに書いてね、原宿、渋谷、ここのもう表のね通りにお店を出してたからといって人は入ってこない、そんな時代が訪れました。今までは入ってたんですよ。あ、すげえなこの店っつって、入ろうっつって、入ってみようよっつって、あ、なんか来てこないよ。でも今はサーチインの時代なんで、
その入る前に必ずお客さんっていうのは、情報を取ってますと。つまりもう原宿に行ったら、ここに行って、ここに行って、ここでランチを食べて、その後その横にあるタピオカ屋に行って、でここのなんか展覧会を見て、映画見て、夜はここで食べようっていう、もうスケジュールがほとんど決まってる人がほぼ多いです。だから飲食店とかもネイルサロンだなんだのも予約制にしてますと。ね、その時間内に行かないとうまくいかないからですよね。え、じゃあここに行ったのに入れない、え、じゃあって予定来るじゃないですか。そんな時間ないしみたいな。だからアパレルも、まあ前回の動画がね言ったみたいに予約制っていうのはある意味効率化があるわけですね。ただまあ消費者行動で言ってもそういうまあ今動きになってますということですね。だから、なんだ、服を買いに行くことっていうのは、まず、ここ、リサーチされないといけないということです。じゃあ、リサーチってどう、見つけられるにはどうなするのかって言ったら、もう、SNS ですよね、今で言うと。Twitter、Facebook、Instagram、山ほどありますよね。今までは、前も話しましたが、広告、雑誌、テレビ、それが今 SNS になりますと。ただ今この SNS っていうのも情報がものすごいはあるんですよ。例えばこの1メーカーがさ、ポーンってこう、僕オープンしましたよ、来てくださいよっつっても、あまりにも情報の発信量が多すぎて届きません。この時代ではもうどんなにメーカーが頑張っても SNS に投稿したところで届かない、そんな時代が訪れました。どうしましょう。広告もないし SNS もない。さあどうしよう。でも今お客さんっていうのは SNS を見てサーチインして、比較されて、そしてよ、ここの店に行こうっていう、ものすごいさ、こうふるいにふるいをかけられた状態でしかお店に入ってこない、そんな時代ですということであれば、今後どのようにしてね、それをやっていくのかということは大事ですと。じゃあ SNS に投稿しても無理だと。でも情報は SNS だということで、まあ今はね、インフルエンサーとかそういうのを使うというのはありますよね。インフルエンサーマーケットと。でもそれも今はどっちかというと効果がなくなってきたと。なぜならインフルエンサーもそういうことをやると、まあお金ね、もう多少もらえるけど、自分のファンが消えてしまうということ。あと消費者も、いや、この子こう宣伝してるけど、結局お金でやってるでしょっていうことももうバレバレの時代になってるわけですね。じゃあ、僕ら含めたメーカーはどのようにしてですね、発信してお店に来さすのか。これが今後めちゃくちゃ重要なのは確かですということなんですよね。だって SNS ですかさ、情報は取れない。でも SNS に投稿したところで、その情報量が多すぎて全く届かないと。じゃあ何すりゃええのということで、ここからは、まあ、秘密の講座になるんで、それはですね、知りたかったらまたちょっとですね、HNOUT のですね、HNS のね、メンバーになってもらうということになりますということで、ただ本当にね、この SNS マーケット、ぶっちゃけ日々進化してます。もう、去年と今年とまた違うし、多分来年ももう変わってくるということですとね。まあもうスピードがね、凄まじく速いんで、ある意味この SNS、もしかすると今後、もう使われないというか、届かない時代が到着すると。特に 5G とかになってきて、動画だなんだ、バンバン出るようになって、ね。まあお客様からすると、もう自分の見たいものがありすぎるぐらいあるんですよね、今後。だってさ、いろんなものがもうどん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 見れるわけですよ。もう今まで見たかったテレビも見れるし、動画も見れるし、映画も見れちゃうし、漫画もアニメも見れちゃう。その中でどうやってさ、メーカーが届けるのかっていうことが、これからの、まあ、SNS マーケットとしてはかなり重要ですということで、まあそれはですね、次の、まあ、動画です。解説をね、ちょびっとでも説明したいかなと思っています。それじゃあ、まあ今日はちょっとためになったかね、わかんないのつけんが、そういう流れですよということを説明しました。はい、それではですね、よかったらですね、必ず高評価ボタンです、ね、チャンネル登録とコメントください。それでは皆さん、どうもありがとうございました。